スターリングブリッジの戦いは、1297年9月11日に、ウィリアム・ウォレス、アンドリュー・マリー率いるスコットランド軍が、スコットランド総督サリー・ハクジョン・ド・ワーレン率いるイングランド軍を打ち破った戦いで、スコットランド独立戦争における、スコットランドの初の大きな勝利であり、スコットランドの自信は回復し、ウィリアム・ウォレスの名声は高まった。スターリング橋の戦いとも言う、 ウィリアム・ウォレスは1297年5月にイングランドに対して反乱を起こしてから何度かの小勢り合いに勝利し、これにこうして各地で反乱が広がっていたが、そのリーダーの一人が豊かな領土を有するサー・アンドリュー・マリーだった。総督ワーレンはすでに老齢でスコットランドの気候を嫌ってほとんどイングランドに滞在しており、これらの反乱の知らせを受けても、 当初は軽視して対応が遅れたが、9月にイングランド軍を引き連れ、スコットランド中部に入った。これに対し、ウィリアム・ボレスとアンドリュー・マリーの部隊は連合して、スターリングの橋を挟んで、イングランド軍と対峙した。イングランド軍の騎士隊750人、不評18000人に対しスコットランド軍は、騎士隊150人、不評7000人と数でもイングランドが優勢だったが、 ダンパーの戦いで、スコットランドに対象している、サリーハクは、兵力差以上に、スコットランド軍を甘く見ており、橋は二人重列で通る幅しかないにもかかわらず、別部隊を浅瀬から迂回させる提案を却下して、橋を渡っての進軍を命じた。スコットランド軍は、イングランド軍の先方が橋を渡るのを待った上で、槍で武装したスコットランド不評が、横手から橋のたもとに突撃して、 敵の先方と後続の連絡を遮断した。孤立したイングランド軍先方は、バラバラに崩され指揮官のヒュード・クレッシンガムをはじめ、多数が戦死した。橋を渡っていないサリーハクの本体は無傷であり、まだ多数の兵を擁していたが、サリーハクはそれ以上の戦いを諦め、橋を破壊して、ベリックに撤退した。この勝利により、ウィリアム・ウォレスの名声は高まり、間もなく、ナイトに除任され、 スコットランド王国の守護者及び王国軍指揮官に任じられる。アンドリュー・マリーはこの戦いの負傷により数週間後に死亡している。イングランドに対するスコットランドの初の大きな勝利であり、スコットランドの自信の回復に寄与した。この戦い以降、イングランドに味方していたスコットランド貴族の多くが反乱側につき、イングランドは支配地の多くを失った。エドワード一世は フランスとのフランドルの戦いを中止して対応しなければならなくなり、フォールカークの戦いにつながっていく。ありがとうございます。